こんにちは、蜷川由紀です。今日はありがとうございます。画家デビューをして10周年経ちまして、女優デビューしたら40年経ってしまったんですね。女優をお休みして何か新しい創作活動、自分でしかできないものを、自分が演じたいものは自分の心の中にしかないっていうふうに思ってたんですけど、それですから自分で演じるものは自分で書こうみたいな感じ でお休みした時に何を書こうかなっていうふうに悩んでた時に、バラって言葉とそれから女って言葉が浮かんだんですね。でそのバラっていうものを考えてみたら、演じる時もそのバラっていうものを演じてたかもしれないし、そして女っていうものを演じてた、もちろんね。なのでそういうことを私はずっと演じてる中でも、そして描く中でもそれを続けてきたのかなっていうふうに思っているわけです。でじゃあそのバラってどんなものなんだろうということで、いくつか詩を朗読しようと思ってますので、そのバラの詩を朗読しながらバラの秘密を探っていきたいというふうに思います。まずこの北原白秋がバラ2曲という詩を書かれてますので、これを朗読したいと思います。北原白秋、バラ2曲。バラの木にバラの花咲く。何事の不思議なけれど、バラの花、何事の不思議なけれど、照り極まれば木よりこぼるる、光こぼるる。バラがそっと咲いてるのが、まるであふれるように光がこぼれるように咲いている姿を、こんなにシンプルな美しい言葉で書かれているのは、本当にこれさすが北原白秋さんだなというふうに思う言葉の詩だと思います。それから堀口大学さん、堀口大学さんも素敵な詩を、バラの詩を2個読ませていただきます。遠いバラ、昔の恋が懐かしいので、遠いバラを私は思う。うなだれた青い額のその髪の火の情熱、忘却の上に流れるほのかな匂いの幽霊たち。昔の恋が懐かしいので、遠いバラを私は思う。嘆き、堀口大学。愛せられるにはバラの花、愛することはバラのトゲ。花はあまりに散りやすし、トゲはあまりに身にいたし。どうでしょうか。やはりバラは恋とか愛とかそういうものを連想するような気がするんですけれども、私の絵もなんか喜びとかね、北原白秋さんが照り極まれば光こぼる、木よりこぼるって、そういうなんかこう嬉しいような心が溢れて、喜びが溢れて街中にこうその空気全体に響いてくるような、そういう愉悦のような何かを描いてみたいというふうに思って描き出したのが、ここで文化村ギャラリーでバラめく時という個展を10年前にしたのが初めでした。好きに描いてきて、まあ笑われても構わない、私は好きに描くんだ、そう思って絵を描きました。もう全然笑われてもいいのって、バカにされても、でも私は描きたいように描くから、そう思って描いた時に皆さんがすごく喜んでくれて、また一部の方は震えて涙を流して喜んでくださった方もいて、ああよかった、勇気を持って皆さんに見ていただくことがをしてよかったなっていうふうに思っています。それではもう一つ、このロバート・バーンズっていうすごく典型的な赤いバラをイメージする
あのこの方は18世紀のスコットランドの国民的詩人なんですけれども、あのその方のロバート・バーンズさんの赤いバラという、もう見事にバラを象徴したような詩を読みます。ああ恋人は赤い赤いバラのよう6月に花咲く。ああ恋人は音楽のよう甘い調べ、その美しさにかなうほどに私の愛もそれほど深い。恋人よ、いつまでもあなたを愛する。すべての海が枯れ果てるまで。恋人よ、すべての海が枯れ果てても、すべての岩が太陽に溶けようとも、恋人よ、いつまでもあなたを愛する。私の命ある限り、ただ一人の恋人よ、さようなら、しばしの別れだ。恋人よ、私はまた戻ってくる、1万マイルの彼方からでも。さようならってどういう意味なのかと思うんですけれども、とてもまあ赤いバラに託された思い。赤いバラっていうのは不思議なことに、東洋の西洋のバラに東洋のバラが混ざらないと赤いバラはできないそうなんです。不思議ですよね。からこのちょっと面白い、今分かりやすい赤いバラというものを読みましたが、次はランボーを読みたいと思います。ランボーはあの永遠についてもまた見つかった、何が永遠が海と溶け合う太陽がというね、素敵な詩をあの書いてて、私もそれを永遠が見つかったってどういうことなんだろうなんてその時思ったりして、いつもその永遠っていうとその言葉が浮かんで、今回もそのことを浮かびながらまだこれから永遠について考え続けていきたいとも思ってるわけですが、そのランボーがあのちょうどベルレールの詩集の母音というところに書いた同じ詩に書かれていて、これが 何かの詩の詩断片だと思われるけど、その対象は見つかってなくて、母音と同じ紙に書かれていることも含めて、ランボーの女性体験をモチーフにした詩ではないか。星はバラ色に泣いた、君の耳の中心で星はバラ色に泣いた、君のうなじから腰へ永遠は白く転げ落ちた、君の赤い乳首、海は茶色の玉となった、そしてあの男は君の思考の脇腹で黒い血を流した。不思議なし、あの男はどうもキリストらしいですよ。そして永遠が白く転げ落ちたり、星がバラ色に泣いたり、なんて素敵な不思議な詩なんだろうなって。やはり詩には謎がないといけない、謎っていうのがとても大切なもので、バラの花の渦巻きの中にも何か謎があるんじゃないか、私はそんなふうに思って、その謎の中に入っていきたいと思いながら絵を描いているわけです。今までこんないろいろなあるんですが、与謝野晶子さんっていうね、素晴らしい歌人ですが、与謝野さんもあの素敵なバラの詩をたくさん書いてらっしゃるんですね。少しですが、長い長い詩なんですが、その一部を読ませていただきたいと思います。バラの歌8章。今朝我が家のどの部屋のバラも皆唇なり、春の唇、本能の唇、恋人の唇、詩人の唇、皆微笑める唇なり、皆
歌える唇なり、哀れ何たる若やかに月々しき微風ならん、青い磯の瓶の影に酔いより忍びいてこの暁、大輪のかすかに落ちし真っ赤なる一辺の下に、あえなくも押されて息を香りに変えぬ。一つのバラの瓶は梅原さんの寝たる女の絵の前に置かん。一つのバラの瓶はロダンの写真と並べておかん。一つのバラの瓶は君と我との間のテーブルに置かん。さてまた二つのバラの瓶は子供たちの部屋部屋に分けておかん。あとの一つの瓶はどこにか置くべき。化粧の間にか、あの粗末なる鏡に影映らば、花のためにいとわし。若き僧風の君の来たまわん時のために、客間のテーブルの葉巻の箱に添えておかん。これは大正14年で、あれが大震災が起きた後だったそうなんですね。で大震災でがれきになったところにバラの花が咲いて、そのバラの花をプレゼントしていただいそう。それで嬉しくて、どこに置きましょうってたくさんの、これはここに置きましょう、こっちはあそこに置きましょうっていろいろなところに置く。で梅原さんというのは梅原龍三郎さんで、油絵でバラをねこう描かれて、そういうところに置いたり、でロダンの庭もバラがいっぱい咲くロダンの写真の前に置いたり、そして若き僧風の君っていうのは若い詩人なんですね。その方がそのとても若々しい、これから未来に行く人、じゃあ私の鏡の前ではなくてこれから未来に進んでいくこの若い男性の前に置こうっていうね、そういう希望に託した。そして女性がバラを持った時にの喜び、日常の中の喜びをうまく描いてらっしゃるかなと思います。ではバラの内部というリルケの詩、これを一つどんな不思議な詩かというのを読んでみたいと思います。バラの内部、どこにこのような内部を包む外部があるのだろう。どのような傷にこの柔らかな天布は乗せるのだろう。この憂い知らぬ咲き切ったバラの花の内海にはどこの空が映っているのだろう。ご覧、バラはただそっと花びらと花びらとを触れ合わし、今にも誰かの震える手に崩されることなど知らぬかのよう、花はもう我と我が身が支えきれぬ。多くの花は豊かさ余って内部からあふれ、限りない夏の日々の中へ流れいる。次第次第にその日が満ちた輪を閉じて、ついに夏全体が一つの部屋、夢の中の部屋となるまで。バラを愛し続けたリルケの素晴らしい詩だと思います。そしてこのバラが崩れる様を書いていますよね。まあ今日はもう時間が来てしまいました。まだまだ読みたいなと思うんですけれども、それでは最後に皆さんにプレゼントのヘリックの詩です。時のある間にバラの花を摘むがよい。時は絶えず流れゆき、今日微笑んでいる花も明日には枯れてしまうのだから。今日のこれから午後のひととき、皆さんまた素敵な午後でありますように。今日はありがとうございました。